とりあえず今日地域振興として稲沢祭り参加しておりますが、暇なんでマフラーを作ろうと思います。暇とか言っていいんですか？めっちゃ暇やもん。とりあえずステンのパイプをまず切って曲げて、まあ、切って曲げて溶接してやるな。はい、はい、作っていこう、はい、とりあえず1本サンプルを作りたいから行くよ。あー、ごめんなさい。こんなにでかかったらどう？いや、ちょっとやめてください。朝からもう昨日もひどかったんですよ。本当に本当にひどかったですよ昨日。反射がすげーひどかった昨日。反射昨日さ、そこら辺あれとひとつまに向かってさ、あのお母さんいいから出しとるとずっと言っとんだよ。あいつ長すぎるで。僕ら止めてましたからね。もう本当にガチだから、ちょ、もうやめましょう。もうちょ、やめましょう。じゃあ違う、沼、はい、これをさ、そのこうマフラー出てるやんか、こうフランジつけんねやからさ、この長さで曲げれんから、どんなんなるやん。じゃあ曲げの、だから、ここの、ここをさ、どれぐらいの角度、とりあえずハス切りに曲げせなあかんじゃん。いや、とりあえず曲げないか。短いんだって。もう一回行こうか。短い。じゃあこれさ、これ。もう一回入らん。入るって。入るとこは。いや、入るけどこっち届かんやん。なんで？だって渡っとるもん。あ、バーナー持ってくればよかったわ。バーナーで曲げんといい。じゃあバーナーで炙れば簡単に曲がるやん。でもこのテントの中でさ、バーナー使ったら俺ら酸化炭素中毒でしょ、なんか。どうなんですかね、大丈夫じゃないですか。みんな真っ赤になっちゃうこの辺だけ多分酸素ないで。そうですね、うん、行くで。あー、やばい、ワルパイプ潰れた。まあ、とりあえず曲がればいい、今は。あ、今は曲がればいい。わっしょい。曲げてくと、抜けるやつ、ここが。最後。そっちに吹っ飛んでっか。そっち多分吹っ飛んでっかもしれんわ。そんなことある？あるある。弱っ。あ、いいね、曲がるね。めっちゃ大変。いや、めっちゃ大変だね。あ、バーナー持ってこなあかんじゃん。バーナーいるね。バーナーないときついと。バーナー。取りに行くの祭り放棄してバーナー取りに行く。こっちは仕事だ。このイベントの中でこうもうやることがないから、もう来食せる。今日炙って炙りながら曲げた方がいいんじゃないですか。炙りながら曲げる。炙り曲げ。炙りシャイ、来ました。あ、いいじゃない。お、いや、熱い。あ、四角くなってきた。てか、まあ、いびつだね。いびつやね。あ、深淵にするにはやっぱぴったり合ったりしないと無理だね。一回曲げ切ってみない。もう、ここまで来たらこれ以上取り返しつかんし。そうね。オナポン。あー、潰れた。あ、潰れとる。だからもっとね、場所をね、こう、ちょっとずつ変えてたのか。あー、なるほど。うん。そうやって YouTube で見たもん。曲がってね。ほら、曲がってね。何それ。曲がる、曲がったら終わり。開けて、ちょっと開けて。うっさ。これが曲がったら終わりってことやな、最初一回。だこの形になったら、うん、もう終了よ。そうね。だこの形になる前に成形していかなあかんのかな、うん。難しいね。やっぱステンレス難しいね。ステンの曲げ難しいね。なんで買ったんすね。知らん。ステンがいいって言ったじゃん。
通の鉄パイプの方がまだ楽だかも。重たいもん。いや重たいよ。重たいから、だって釣るところがどこにもないからさ。ああそう。釣るところ考えるとさ。確かに。そう。だったら軽いものの方がいいやん。ちょもう一回行こう。もう一回。もう一回行こう。俺は今日何としてもまあこのサイド出しのマフラーを作りたい。なぜならイベントに祭りに来たけど1円も売れていないから。確かに内職をするしかない。俺は今
頂点とこの辺か。残っとったやつ、そう、余ってたやつだけど、なんか分かんねえ。そう、でもそれはそれで作らずに置いといて。でも、わからんよ、これまだ最終マフラー外して当てがってもいや、もちろんだよ。この状態で量産していいの？いいよ。曲げまでならいいけど、切るな。あ、じゃあ曲げまでね、切ったらあかん。じゃあいいよ、曲げまで。はい、量産です。最高9,800円、よろしく。何が？9,800円。どういうこと？どういうこと？なんで？材料費。材料費？材料費は。今叩いたらなんか整形できそう。J11 のフランジ用意しました。これ売ってるんでね、これを買ってサイド出しの直感作ろうと思います。ですが、サイズ間違えたやん。あかんやん。やり直しやん。大募集中。詳しくはこちらまで。グッドボタン、チャンネル登録よろしく。